フル姿が様になってますね、ユーリ。エステルもなかなかのもんだぜ。そうですか。先生には叱られっぱなしでしたが。まああんまりこなれた動きされたら俺がびっくりするけどな。本当は戦うの好きじゃないんです。人を傷つけるわけですし。お嬢様らしい意見だな。でもそうしなきゃ自分が傷つくんですよね。まあそういうことだな。ユーリみたいに戦うことそのものを楽しめればもっといいんですけど。誰が楽しんでるって？違うんですか？だって戦ってる時は目が生き生きしてますよ。いつもと大違い。そうか。よく見てるな。はい、人を見るの好きなんです。油断は禁物です。次どいつだ。だソーハにもソーハ。油断は禁物です。これならそうだ。
勝利の雄たけびを。100年早い。長い力が湧いて。ちゃちゃっと終わらせようぜ。次と。それ。避けよ。ガローゲ。こんなのどうです？この場所にある森って、まさかクオイの森？ご名答、よく知ってるな。クオイに踏み入る者、その身に呪い降りかかると本で読んだことが。なるほど、それがお楽しみってわけか。行かないのか？ま、俺はいいけど、フレンはどうすんの？わかりました。行きましょう。この森、本当に砦の向こうに抜けられるんですか？抜けられなければ戻りゃいいって。もし、呪いでカエルやヘビになったりしたらどうしましょう？そうしたら、俺が責任持って面倒を見てやるよ。面倒見るって…心配するな。子供の頃、カエルもヘビも飼ってたことがある。世話の仕方はバッチリだぜ。私、ユーリがカエルやヘビになったら、お世話する自信ありませんよ。油断は禁物です。フェンの祭り、どけよ。ダメだった。本気出しちまったな。何の音です？足元がひんやりします。まさかこれが呪い？どんな呪いだよ。
木の下に埋められた死体から呪いの声がじわじわと這い上がり、私たちを道連れに。おいおい、あれは？これブラスティアか。なんでこんな場所に。少し休憩しよう。大丈夫です。あれ、これは。大丈夫か？少し頭が。でも平気です。私一体。突然倒れたんだよ。なんか身に覚えないか？もしかしたらエアルに酔ったのかもしれません。エアルってブラスティア動かす燃料みたいなもんだろ。目には見えないけど大気中に紛れてるってやつ。はい、そのエアルです。濃いエアルは人体に悪い影響を与えると前に本で読みました。ふん、だとすると呪いの噂ってのはそのせいなのかもな。倒れたばっかなんだ、もうちょいゆっくりしとけ。そうはいきません。早くフレンに追いつかないと。また倒れて今度は一晩中起きなかったらどうすんだよ。でも、そうですよね。ごめんなさい。これで腹ごしらえはやっぱり無理か。とても美味しいです。ちょっと待ってな、簡単なもんなら作れっから。ユーリは料理できるんです？城のコックと比べんなよ。下町育ちで勝手に覚えた簡単な料理だからな。フレンが危険なのにユーリは心配ではないんです？ん？そう見える？はい。実際心配してねえからな。あいつなら自分で何とかしちまうだろうし、あいつを狙ってる連中には本当同情するよ。え？ガキの頃から何やってもフレンには勝てなかったもんな。かけっこだろうが剣だろうが、その上余裕かましてこう言うんだぜ。大丈夫？ユーリーってさ。羨ましいな、私にはそういう人誰もいないから。いても口うるさいだけだぞ。ほい、できた。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。すごく美味しかったです。私なんて料理をしたこともないのに。剣や魔術と同じ、やらないと覚えられないもんだ。料理なんてレシピを手に入れて練習すれば作れるようになるさ。レシピを手に入れて練習ですか？じゃあ俺がお手本見せるよ。見てな。料理は命の選択だな。うまい料理を食えば体力を取り戻せることもあるし、それ以外にも料理によっていろいろ効果があるんだ。ま、今俺が人に食べさせられる料理レシピはこれくらいしかないんだけどな。でと、サンドイッチを作るにはパンと卵が必要だからちょうどあってよかったなと。食材を選んだら調理開始だ。はい、一丁上がりっと。手際いいですね。私うまくできるかどうか自信はないです。ま、人には得て増えてがあるからな。レシピを見ればその通りにできるってわけでもないし。
そうなんです。じゃあ失敗とか。まあそうならないように味見するんだろうけど、しないやつもたまにいるからな。味見？味見を知らねえのか。まあ城に住んでる貴族のお嬢様だもんな。それが普通だろ。貴族のお嬢様、そうですね。どうしたラピード。さてそろそろ行くか。私が気を失っている間、ラピードが枕になってくれていたんですね。ありがとうございました。何やってんだ。ラピードにお礼を。ラピード？いないぞ。あれ私嫌われてるんでしょうか。まああいつは誰にだってそっけないからな。私も仲良くなれるように頑張ります。雑魚が出てきやがって。油断大敵です。ガローゲッデイストロークはい。本気出しちまったな。こんなもんだな。なかなか森を抜けられませんね。まさかこれが呪いなのでは。どうしましょう。ユーリ、本当に呪いはあったんですよ。違うだろう。もしかしてユーリは方向音痴です。いや違うぞ多分。もしかして私が。どうしましょう。バカにつける薬はないって言うけど、方向音痴を治せる薬はあるもんかね。ちゃちゃっと終わらせようぜ。ほらよっと。ダンスラーク総破人光河賞。次こいつだ。ファーストラーク光河賞。俺に勝つのは100年早い。痛くしたらごめんなさい。ガローゲ。
こけよ。参加。ほう。忙しいガキだな。大丈夫ですよ。あれ魔物が女の人に。ったく何やってんだか。僕はカロルカペル。魔物を買って世界を渡り歩くギルド魔界の剣の一員さ。俺はユーリ、それにエステルとラピードだ。じゃあそういうことで。ちょっとユーリ、ごめんなさい。待って待って待って、二人は森に入りたくてここに来たんでしょ。なら僕が。いえ、私たち森を抜けてここまで来たんです。今から花の町ハルルに行きます。嘘、呪いの森を。ならエッグベア見なかった？ユーリ知ってます？さあ見てねえと思うぞ。そっか、なら僕も町に戻ろうかな。あんまり待たせると絶対に怒るし。よし、二人だけじゃ心配だから曲がりの剣のエースである僕が町まで一緒に行ってあげるよ。ほらほら、なんたって僕はブラスティアだって持ってるんだよ。あれ二人ともなんでブラスティア持ってるの？ならこれでどうだ。魔物の情報ですね。でも途中から全部白紙ですよ。これからどんどん増えていく予定なの。ちょっとねえ、勝手に書き込まないでよ。エースの腕前も剣が折れちゃ披露できねえな。いやだな、こんなのただのハンデだよ。あれ、なんかいい感じ。ちょ、森出て北の方だよ。もう置いてかないでよ。ラピードって何者？犬なのに武器使うし、牙とか爪があるのに。爪とか牙使うのは犬の戦い方だしな。だってラピードは犬ですよね。ラピードはラピードって生き物だよ。何それ。なんであれ、こいつは自分のこと犬だと思ってない。だから武器を使って攻撃するし、道具も使う。でもだからといって自分のことを人間だとも思ってない。よくわからないけど、木ぐらいのようなものを感じます。だろう、敬えよ。ねえユリ、もしかしてラピードの言葉訳してる？気のせいだろう。
痛くしたらごめんなさい。俺もぼやぼやしてらんねえな。リベンジなら受けて立つぜ。おしゃべりできる仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細くじゃなくて退屈でさ。ああそうだな。あーカロル、後ろに魔物が。で悪い、見間違いだった。ちょっとほどかさないでよ。急に賑やかになりましたね。じゃあちょっと終わらせようぜ。どけよ。華麗に勝利。ここが花の町ハルルなんですよね。うん、そうだよ。この町、結界ないのか。そんなはずは。二人ともハルルは初めて？そっか、だったらハルルの木のシルトブラスティアも知らないんだ。木の結界？ブラスティアの中には植物と融合し有機的特性を身につけることで、その代表が花の町ハルルのチルトブラスティアだと本で読みました。博識だな。でその自慢の結界はどうしちまったんだ。役に立ってねえみたいだけど。毎年満開の季節が近づくと一時的に結界が弱くなるんだよ。ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われて。シルトブラスティアがやられたのか。うん、魔物はやっつけたけど木が徐々に枯れ始めてるんだ。あ、どうしたんです？ごめん、用事があったんだ。じゃあね。勝手に忙しいやつだな。エステルはフレンを探すんだよな。あ、おとなしくしとけってまだ分かってないらしいな。それにフレンはいいのかよ。
私に皆さんの手当てをさせてくれませんか。なんと治癒術をお使いになるのか。それはぜひとも。あ、いやですが、私らお金の方は。そんなのいりません。すごい、痛みがなくなった。 ありがとうございます。本当にありがとうございます。いえ、そんな、全然。いやはや、これほどの治癒術があったなんて。なんとお礼を言えばいいのか。いえ、本当にいいですから。謙虚なお嬢さんだ。騎士団の方々にも見習ってほしいものです。まったくですよ。騎士にご縁をお願いしても何もしてくれないんですから。まあ、帝国の方々には私らがどうなろうと関係ないんでしょうな。嘘、そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけは違ってましたよね。おお、あの青年か。彼がいなければ今頃私らは全滅でしたわ。今年は結界の弱まる時期が早く、護衛を依頼したギルドが来る前に襲われてしまいましてな。偶然町に滞在していた巡礼の騎士様ご一行が魔物を退けてくださったのです。巡礼の騎士って。その騎士様ってフレンって名前じゃなかった。ええ、フレンシーフォト。まだ町にいるんですか。いえ、結界を直す魔導士を探すと言って旅立たれました。行き先まではわからないか。東の方へ向かったようですが、それ以上のことは。そうですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。よかったな、追いついて。はい、会うまでは安心できませんけど、よかったです。ハルルの木でも見に行こうぜ。エステルも見たいだろ。はい、ユーリはいいんです。コア泥棒を追わなくても。木見てる時間くらいはあるって。カロルってやつ、なんとなく挙動不審だな。少し落ち着きがない感じはあるけど、悪い子じゃなさそうですよ。確かに悪巧みするようには見えねえけど、なんか妙なこと考えてるような気がするんだよな。自分と似てるから余計にそう思うんですね。俺とあいつが似てる？ええ、なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか、だから私嫌いにはなれないです。ほん、不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で意外と人を見てるんだなと思ってな。もう、ユーリったら。はぁ、人違いか。ギルドのみんなもいない。ずいぶん待たせたからな。
怒って言っちゃったんだ。満開に咲くハルルの花見せてあげたかったのに。そうすればきっと。カロル、どうしたんです？どこ行っちゃったんだろう。本当に行っちゃったのかな。僕だってちゃんとやってんのに。カロル、一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい、おしまい、本当におしまい。武器も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。ホさんも戦っていいって言ってくれるね。フレイ様みたいに魔物もやっつけよう。ああ、あんな子供まで。早く結界が戻ればいいのに。そうだな。レイドン砦じゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。そりゃ無理もないけどさ。皆さんが安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。近くで見ると本当で。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね。満開の花が咲いて街を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。うん？魔物が来ればまた怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を？こんなでかい木だ、魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ。何か他に理由があるってことですか？俺はそう思うけどな。お二人とも一体何をなさっているのですか？木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因まではわからなかったようですから。カロル、カロルも手伝ってください。何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと？なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。ん？どういうことだ？土をよく見て変色してるでしょ。それ町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと、魔物の血が。カロルは物知りなんですね。僕にかかればこんくらいとってことないよ。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか？あるよ。あるけど誰も信じてくれないよ。なんだよ、言ってみなって。パノシアボトルがあれば直せると思うんだ。パナシアボトルか。よろず屋にあればいいけど。行きましょう、ユーリ。きっと満開の季節になるとハルルの花はすごいんでしょうね。花びらの洪水で流されそうだな。花びらが空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。
ユーリと話しててもなんだか楽しくありません。あいよ、いらっしゃい。今日は何が入りようで？パナシアボトルはあるか？あいにくと今切らしてるんだ。そんな。素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作れる？エッグベアの爪とニアの実、ルルリエの花びらの3つだ。けどパナシアボトルは一体何に使うんだ？先日も同じことを聞いてきたガキがいたんだが。ハルルの木を直すんです。え？パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。なるほど。あのニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実だ。ならエッグビアは？悪い、魔物は専門外だからよく知らないんだ。魔物狩りを生業にしてる曲がりの剣の人間でもいればわかるんだろうけど。あいつそのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの花びらさ。普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも花は枯れちゃってるし。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから聞いてみてよ。わかった、素材が集まったらまた来るよ。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてんのか。だったら俺はお前の言葉にかけるよ。ユーリ、もうしょうがないな。僕も忙しいんだけどね。決まりですね。私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのはユーリですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。エステル、何見てるの？この辺の地図ですよ。
どれどれってなんだよこれ、白紙ばっかりじゃん。これじゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです、地図といえば測量ギルド、それも天地の穴蔵のは本当にすごいんだから。一流ギルドの人間ならみんな持ってるんだよ。その理屈で言うとカロルも持ってんだろ。見せてくれよ。僕くらいになるともう地図も必要ないんだよね。それは残念です、ぜひ見たかったのに。Thank you.